ノル監督が久保建英を左ダブル G で起用した理由を説明。ソシエダはこの試合、久保建英を左サイド、ミケル・オヤルサバルを右サイドで起用したほか、先発メンバーを複数入れ替えるなど、ジローナ戦1例から変更を多数加えていた。その件について問われた指揮官は、以下のように説明した。3、4日ごとに試合がたくさんあるし、どのチームも負傷者が出ているのは知っている。我々がここ数試合で良いプレーができたのは、多くの変更を加えて全ての選手に勝ちを与えることに決めたからだ。間違いなく、今結果が出ているのはそれだ。レアル・マドリー戦など、過去にも勝てるはずの試合をしたものの、その時はうまくいかなかったからね。遊べるタイミングで遊んだというか実験したって感じかな。両サイドから放り込んでサディクに点取らせたかったんだろ。今日の試合では5つ結果が出たので、今後も選手、ポジションは流動的になっていくだろう。オヤルサバルのベストポジション探すシーズンみたいだね。恒例マノルこの先1月くらい久保を左ダブル G で使うようになるぞ。オヤルサバルの右には価値を与えられていませんよ。久保左サイド、ハビロペスとの連携がいまいちだったしやりにくそうではあった。いろいろ試したいというイマノルの思惑はわかるけど、オヤルサバル左、久保右でいいじゃんという気も。こういう相手にしか試す機会がないのだから、この試合だけで悲観的になる必要はないと思う。実際、両サイドできるダブル G の価値は倍増するから。ただ、これから本格的に右をやる、左バレネの控えにするつもりなら、理不尽と言わざるを得ない。久保のプレイ範囲が広がることを期待するしかない。久保が左サイドと中央でもプレイできたら日本代表でも使いやすい。吉と出るか凶と出るか。